ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。そういやこの前、畜生案件があってさ。ちょっと聞いてくれよ。ろくな予感しないけど、まあ一回聞こうかしら。カラオケ行ったらどうしても誕生日変えたくなって役所行ったら、できませんって言われちゃったんだぜ。どういうこと？意味わかんなすぎて怖い子埋めた言うのツイターかと思ったわよ。三河健一歌ってたら、なんか急にサソリ座の女になりたくなって。ほら、私思い込んだら命がけだし。あの歌詞にそんな憧れる要素あったかしら。皆さんも、好きな三河健一の星座の歌があったらコメント欄で教えてほしいんだぜ。範囲狭すぎるでしょ、おバカ。さて、今日は星座つながりということで、3歳の女の子に星座をさせるなどの虐待の末に起こった、悲惨な事件を紹介するね。強引なダジャレ含めて胸クソ感がすごいんだけど、というかなんだ？この写真、真面目にもう涙が出そうだぜ。どんな生活したらこんな縮こまって怯えるんだ？普通、3歳はじっと正座し続けるなんてできない。だけどこの子にとってはこれが日常だったの。3歳って言ったら自我も芽生えてくるし言葉も話す頃だし、一番可愛い時期じゃないか。この事件を扱うことで、少しでも弔いになってたの虐待もなくなればと思うわ。辛いことだけど、向き合うことも風化防止で必要だもんな。ではこれからこの悲しい事件の経緯についてじっくり解説していくよ。よろしく頼むぜ。ゆっくりしていってね。事件概要。2016年1月、埼玉県狭山市のマンションの一室で悲劇は起こった。起きたら娘が冷たくなっていた。との母親の通報で警察が現場に向かうと、3歳の女の子が亡くなっていた。ご冥福をお祈りします。ひどく衰弱し、なんと顔には直径10センチもの火傷の跡が大きく残っていたの。手とかがちょっと火傷になっただけで1日中ヒリヒリしていたいのに、3歳の女の子が顔に火傷。皮膚も柔らかいのに、辛かっただろうな。さらに、女の子には複数の傷跡があり、なんとそれは母親と内縁の夫につけられたものだった。なぬ？我が子を痛めつけてたのか？この二人は日常的に虐待を行っていて、虐待の写真を LINE で送り合い、次はどんな虐待をやるのか相談していたそうよ。どういう神経だよしねやきちく、もう触りだけで胸クソすぎる。お腹を痛めて産んだ子に、どうしてこんなひどい仕打ちができるんだよ。本当だよね。ここから親たちについて解説してくよ。聞かせてくれ、っていうか本当に人か？最低な親たち。事件の主犯である母親の名前は、藤本彩香。17歳の頃、実母と神奈川から埼玉に引っ越してきた。これまたギャルいな、なんか気が強い感じだぜ。っていうか口元に鼻クソついてんぞ。ほくろだ。明るく人見知りをしない性格だが、知人は、恋愛体質で彼氏ができると夢中になってしまうと語った。恋に恋焦がれ恋に泣くのか、宇宙人説あるな。グレイはご立派な日本人だよ。恋愛体質に違わず18の頃に結婚、長女を出産、そして次女の葉月ちゃんを妊娠中、相当揉めて離婚。父親は葉月ちゃんの顔も見たことないそうだ。揉めたってなんで？詳しくはよくわからないが、藤本の男関係はまあまあ派手だったそうよ。おお、さすが恋愛体質。そして2012年8月、葉月ちゃんが生まれ二人の娘、藤本の母、弟と藤本の5人で暮らしていた。なるほどねー、仕事はしていたのか？川越のキャバに勤めてたが喜怒哀楽が激しく、勤務態度の問題から解雇されてたらしいね。なんかもう危なっかしいな、子供が子供育ててる感じじゃん。当時の藤本のブログには長女との生活を喜ぶ文章を載せていたり、お化粧に興味を示す葉月ちゃんの爪を可愛く塗ってあげてたりもしたそうだけどね。ちゃんと可愛がってた時期もあるんだな。だけどやはり不穏な要素もあって、娘たちを死の検診に連れて行かなかったり、葉月ちゃんをトイレに閉じ込めてたこともあったそうなの。それは同居の母親が指導するべきだろ。藤本の知人は揃って、1歳半の葉月ちゃんはビクビクしていつも顔色を伺ってたと言っているわ。そりゃ母親だって人間だから、イライラもする時も育児放棄したくなる時もあるだろうけどさ、にしたって限度があるだろうよ。そして2015年5月、藤本に大きな転機が訪れる。新たな恋人との出会いよ。うげ、まさか。そう、もう一人の加害者となる内縁の夫、大河原祐希ね。ラーメン食いすぎた加納栄光かと思ったぜ。ホストかな？空調設備の仕事をしていて、同僚や知人は真面目に働いていたと言ってるわ。6人兄弟の長男で、兄弟の面倒も見てたみたい。意外と良いやつパターンだったら胸熱なのに。一方、地元の知人は、
日高市内の中学、高校に通っていた時からあまり良い噂を聞かなかった。以前交際していた友人が、暴力を振るわれたことがある。と証言してる、藤本も。嫉妬が激しくて縛りつける人。と友人にこぼしてたようだ。胸クソパターンだったか。そんなこともあり藤本の母は、二人の交際に強く反対していたの。だが藤本は聞き入れず。ママとは縁を切ったけど、家族4人で頑張ろう。と宣言し、家を出て娘二人と共に大河原と同居を始めてしまう。ガビーン。そして藤本はすぐに彼の子を妊娠する。ハムスターかな？こいつら本能だけで生きてるよな。こんなありさまで新生活はうまくいったのか？大河原は当初、姉妹を可愛がっていたのよ。家族で居酒屋にご飯を食べに行き、ガムを買ってあげ、仲良く手をつなぎ散歩してた。娘がケーキを食べたいって言うんです。と、閉店後の店からケーキを売ってもらったりもしていた。ちょっと待てちょっと待て霊夢さん、居酒屋？閉店後？なんだか行儀がよろしくないぜ。そうね、近所の住民はこの夫婦を冷めた目で見ていたようよ。毎晩のように部屋から喘ぎ声が漏れていたとご近所では評判だったしね。喘ぎ声。こんな仲良しの二人だけど、ずっと内縁関係で婚姻関係には至らなかった。正式な夫婦でも親子でもないってこと？なんで籍入れなかったんだ？別れてよりを戻してまた喧嘩の繰り返しで、結婚には踏み切れなかったようね。めんどくせえ、高校生かよ。藤本は SNS に大河原とのやり取りを赤裸々に綴り、幸せな家庭をアピールしてみたり、精神的に不安定な様子を出してみたりと忙しかったそうよ。内縁の関係って言い方嫌いだぜ。ただ籍入れずだらしなく同居してるだけだよな。秋頃に喧嘩や別れ話が続いた時期は男女の営みの声がパタッと止んだみたい。営み。そして夫婦関係のストレスの矛先は葉月ちゃんに向かってしまう。最悪なことに、虐待には藤本も加わっていたの。自分の子に暴力を振るった時点で激怒して別れないのが理解できないぜ。母親としてよりも、女としての自分が強くて彼氏に依存しすぎてるんだろうね。メガネくんばりに言うぜ、大人になれよ藤本。葉月ちゃんの姿は近所から見かけられなくなり、代わりに止まない泣き声と激しい物音が響いた。かわいそうすぎるよ。疑問なんだが姉は虐待を受けずだろ？なぜ葉月ちゃんだけが？それがなんとも理不尽すぎて、葉月ちゃんが元夫に似ているからムカつくとの理由だそうよ。そんなことで？ふざけんな、葉月ちゃんには何の罪もないだろうが。虐待はどんどんエスカレート、藤本と大河原の携帯電話のラインには。帰ったらやろうね。次はどういう虐待しよっか？キャハハ。育児ストレスでとかじゃなくて、楽しんで虐待してたってこと？ありえないこんな母親子供持つ資格ないぜ。ところでマリサ、って、口、首ってなんだかわかる？え、バカにしてんの？わかるに決まってるだろ、体の一部だよバカ。これは二人が使ってた虐待の暗号よ。なぬ？暗号？まさか暗号を使って、周囲にバレないようにってこと？悪魔かこいつら。そう、口は葉月ちゃんの口にくしゃくしゃのおしぼりを詰め込んで、サージカルテープでバッテンにして止めること。手はネクタイで後ろ手に縛ること。溶けないよう何重もの肩結びでね。首は葉月ちゃんが騒いだ夜に藤本が。犬みたいに繋いじゃえばいいじゃん。そういったのがきっかけで、二人でスーパーに鎖などを買いに行き、首に鎖を巻きつけ南京錠を通し首輪の状態にし、わざわざ押し入れに取り付けた金具に鎖の端を繋いで拘束してたの。こいつら親なんかじゃないなんて生ぬるい次元じゃないぜ。人間じゃないぞ、こいつらに同じことをやってもまだ物足りない。確かに獣字見てるわよね。直接的な殺傷から育児放棄まで、声の虐待は哺乳類全般に広く見られる現象ではあって、ハーバード大学の研究では、マウスの脳に虐待時のみ活性化する虐待回路があったそうよ。ゾッとする話だな。他にも、例えばチンパンジーやライオンのオスは自分の遺伝子を受け継いで内向丸してしまう。メスは？文句言わないの？逆に発情が起きるのよ。新しいオスの強い遺伝子を求めるからね。でも人間には理性や道徳があるだろ。人間が苦しんでる姿を楽しんだら人じゃないよ。こいつら、お互いのことは愛して大切にできるの？それとも何かあった時は相手を虐待するのかな？その答えは最後にわかるから、もう少し聞いててほしいな。ふむ。差し伸べられない救いの手。ところでこんな最悪の日常から、葉月ちゃんを救い出すチャンスはなかったのか？実は何回もあった。なぬ？
葉月ちゃんは乳幼児検診を受けておらず、狭山市職員が計3回、自宅訪問しているが、藤本は忙しかった車を持ってないため行けなかったなどと説明。市は虐待のサインは確認できなかったとしている。狭山市。市内の保育所に通ったのはと6日だけで、保育所はこう述べている。給食をよく食べ虐待の兆候は見られなかった。保育所。マンション付近では、住民たちが何度も葉月ちゃんが泣く様子を目撃していた。母親が怒鳴っているところを見かけた。言葉の暴力がすごかった。という声も上がっていたけど、市には虐待に関する住民らからの情報提供はなく、要保護の対象世帯にはなっていなかった。住民、警察は？通報とかはなかったのか？あったよ。6月に、家の外で葉月ちゃんがブランケットにくるまって泣いている。7月に、室内で女の子が泣き続けていると2回も通報が寄せられていた。偉いぞ住民、頑張れ警察。駆けつけた警察官に2人は、自分たちが喧嘩をして、子供を締め出してしまった。風呂に入れようとした時に叱ったら泣き出した。と説明。目立った傷は確認されず、県警の虐待情報システムへの登録や、児相への通告は行わなかった。警察、明らかにしつけじゃないだろ。調査して強制保護くらいするべきだろ無能かよ。そしてこの、星座やあざの写真、自宅に訪れた藤本の友人が撮影したそうなのよ。は？周りも知ってたのかよ。藤本は友人に、言うこと聞かないから、突き飛ばした。押し入れに入れてた。今日、ご飯が出てない。などという話を平然としていたようよ。飲み会中、葉月ちゃんの食べ方が汚いといきなりビンタしたこともあったみたいね。なんでこの時に周りが藤本をぶん殴ってでも虐待を止めなかったんだよ。葉月ちゃんは、友人がおいでと言っても藤本を伺ってて動かず、転んでも泣かなかった。写真が全部笑ってないもんな。うん、この表情はいてついた眼差しといって虐待を受けている子供の特徴なの。感情を出さないことが、本来この年頃の子は好奇心に満ち溢れてるけど、走って転んで泣いたりな。その行為が親に虐待される原因と思ってしまうの。何かするたびに怒られるから？そう。安全のためにはじっとしてるのが一番と内面を見せず、周囲に警戒心を抱くようになるの。本当は痛くて悲しくて寂しくてたまらなかっただろうに我慢して。3歳ってハンバーグとかアイスが大好きで、動物園や遊園地にはしゃいで、母親に抱っこされてそのまま眠って親を誰より信頼してそれが許されるべきだろ。そうね、本当に悲しいし悔しいわ。だけど虐待はエスカレートの一途をたどる。まだあるのか。もう聞きたくないよ。藤本は葉月ちゃんの食事を抜いていて、初めは週2回だったのが、5回に、私が思う存分ご飯食べさせてあげたい。結果、葉月ちゃんの体重は半年余りで 3kg も減り 9.7kg に。3歳の平均体重は約 14kg だから、かなり少ないことがわかる。大きく下回ってるな。こんなの栄養失調になっちゃうだろ。免疫力も低下してた。これが後の悲劇にも大きく関連してくるの。そして葉月ちゃんがゴミ箱を漁って食べ物を探している様子を、2人は LINE で笑い合ってた。マジで心苦しいし胸クソが悪い。こんなの虐待じゃなくて拷問じゃないか。この頃の葉月ちゃんは身を守るために、声を抑えて鼻をすするように泣いていたそうよ。何もしてやれんのが悔しい。どれほど怯えてどれほど苦しかったか、想像するだけで涙出る。そんな中で事件は最悪の展開を迎えてしまう。悪魔の所用。1月2日の夕方、自宅で姉とぶつかり泣いていた葉月ちゃんを、おそらく藤本がいい加減にしろよと言って胸ぐらをつかみ、風呂場へ引きずっていった。おそらく？そして葉月ちゃんの後頭部を手で押さえつけ次の瞬間、やめろやめろやめろ。家に葉月ちゃんのギャーという叫び声が響き渡った。何が起きた？正直聞きたくないぜ。顔面にシャワーのお湯をかけたの。そしてなんとシャワーの温度は60度。60度？60度だと？なんてことをこいつに熱した油を浴びせてやりたい。子供の方って、柔らかくてすべすべぷくぷくで可愛いのに、どうしたら熱湯をかけるって発想が出るんだよ。そして後の大河原の供述によると3分後、藤本が一人で戻り、スマホをいじっていた。検索履歴には3歳、60度、やけどとあり、夫婦間ではこんな会話が行われたという。何したん？ええ？やけどしてるけど。あ、うん、そうかも、お湯かけたから。嫌皮むけてるし、病院連れてった方が良くない？連れてったら虐待してることバレるじゃん。
結局二人は虐待の発覚を恐れ、葉月ちゃんを病院には連れて行かなかった。なんてバカな奴らだ、想像力もないのか？同じ痛さを味合わせてもまだ足りない。葉月ちゃんの容態が心配だ。3日後の1月5日、藤本が LINE で大河原に、ハズの顔、マジやばい。と、葉月ちゃんが横たわる写真を送っている。なあ、これが本当に母親のすることか？大河原は、やば、つかこいつ、絨毯の上で何してん？と返信、LINE にはその後も、座って震えてる。絨毯、乗るなっつう話ね。ずっと口開けっぱなしだからマジ臭いよ。元からくせ、絨毯の上とか調子乗ってんな。帰ったらまた水だな。という会話が続いていた。聞きたくないけど水って？葉月ちゃんの体に冷たい水をかける行為よ。はぁ、大河原は1月8日夜、裸の葉月ちゃんに水をかけ、翌9日未明まで自宅浴室に放置していたの。最低だ、真冬に。痛い痛いと泣いてただろ。それが、6か7か8日と2人は、話しかけても返事のない葉月ちゃんを気にもかけず、大河原に至っては、なんで返事しないんだろうくらいしか思ってなかったそうよ。未来永劫地獄に落ちろよ。そして1月9日、ついに葉月ちゃんは敗血症で丸毛してしまったの。ご冥福をお祈りします。警察に通報があったのは1月9日午前11時20分頃、藤本家に駆けつけた警察は、思わず遺体から顔を背けてしまったわ。なんで？あまりにひどい状態だったからよ。葉月ちゃんの顔は焼けただれていて、鼻から目、口元に直径10センチの火傷が広がり、皮はベロンと剥がれていたの。かわいそうに痛かったよな。藤本は頂上膝の上に抱き、横たわる葉月ちゃんから少し離れたところに座っていて、起きたら娘が冷たくなっていた。と説明した。責任逃れかよ、事故予想ってるんじゃねえよ、お前がやったことだろうが。安心して。ほどなく藤本と大河原は保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された。何せ虐待は一目瞭然。葉月ちゃんの体には10箇所を超える傷があり、痩せ細り、胃は空っぽだった。押し入れからは、ペット用のリードとそれをくくりつける金具も発見された。女の子の顔にあんな傷は考えられない。鬼畜だ。と、捜査関係者は怒りで声を震わせたそうよ。そうか。こいつらがとっとと捕まって、誰かが葉月ちゃんのことで怒ってくれてほっとしたよ。ところで葉月ちゃんの死因だった、敗血症って何？細菌が感染して体の中で繁殖してしまい、組織や臓器が正常に働かなくなることよ。免疫機能が低下してるとかかるリスクが高いの。集中治療室での速やかな治療が必要になるわ。免疫不全、食事制限や火傷のせいか。そこに冷水だもんな、かわいそうに。そうね、でも検視の結果、葉月ちゃんにはさらなる虐待の跡が発見されたの。マジかよ。葉月ちゃんの口の中には、検視官が見たことないほどの広範囲の傷があったの。ちょっとイメージ湧かないんだけど。こうした唇を下に引っ張ってみて。ほふ、そこが歯茎に沿って全部裂けてるイメージね。歯ブラシを無理やり口に突っ込まれてたそうよ。もう言葉も出ない。また、免疫を作る器官の強線がストレスで萎縮。普通の子供のは厚さ1、2センチのところ、葉月ちゃんは1ミリ程度だった。さらにストレスによる複数箇所の円形脱毛症や、痩せすぎによるひどい手足のむくみもあったの。この子は虐待されて丸されるために生まれてきたわけじゃないのにな。二人には刑務所で一生反省してほしい。できれば死刑にしたいくらいだぜ。そう思うよね。が、藤本は法廷で、なぜ亡くなったのか、因はわからない。と述べ、争う姿勢を見せたの。ダメだ、殴りたい。この世で一番強い酒をくれ。あげないけど気持ちはわかる。そしてこの法廷は非常に醜いものだったのよ。見苦しい法廷。法廷で二人はなんと、お互いに罪をなすりつけ合う主張をし始めたの。札幌の事件と同じじゃねえか。こいつら結局お互いを大切にもできなかったんだな。特に揉めたのは、火傷をどちらが負わせたか。藤本は当初、葉月ちゃんの顔が赤くなったことから火傷に気づいたとしていた。が、途中から大河原がシャワーをかけているのを直接目撃したと供述を変更。クズだな。大河原は当初、葉月ちゃんに43度のお湯をかけていたら、誤って熱いお湯が出てしまったと供述。その後、藤本が鍋でお湯をかけたと証言を変えた。結局、スマホの検索履歴で藤本がかけたとの判断よ。だからさっきおそらく藤本って言ってたのか。大河原は主犯が藤本であるとし、藤本にいやいや従っていた。藤本は葉月ちゃんを特に可愛がってなかった。
しつけだと思っていた。と数々の言い訳を述べた。いやいや、嘘つけノリノリだったろうが。弁護側は同日、大河原被告が反省しているとし情状酌量を求めたわ。反省？これが大河原の書いた反省文よ。はつきえ、はずが言ってもう1年になりました。本当だったら去年の8月でもう4歳、今年で5歳だった。ゆうとママのせいで迎えることができませんでした。初めて会った時はすぐに懐いてくれたね。初めて泣いているハツキをあやしていたら二人して怒られたね。ハツキの怒り方のことで何度も喧嘩したね。怒られたり口も手も嫌だったよね。水かけられて冷たかったよね。やけどだって痛かったよね。せめてやけどした時ちゃんと病院に連れて行っていればどれだけ後悔しても謝ってもハズは帰ってきません。天国で幸せになれるよう祈っています。しらじらしいにも程があるだろ。これで大丈夫だとでも思ったのか。検察側は全体として藤本に罪をなすりつけるための弁解に終始していると反省の情に乏しいことを指摘したわ。検察グッジョブ。大河原は検察官の証拠調べでも丸沼で冷たい水の中につけられた気持ち考えたことあるとの質問に、まあどんな気持ちだったんだろうと答えているしね。同じことして気持ち分からせてやろうか。藤本は大河原が否認した傷害罪や虐待の多くについて彼がやりましたとし、自分は虐待をしたくないと思うようになった。当時座りがひどく精神的にも不安定になった。彼の束縛で外出もできず葉月にイライラしたと主張。なんで記憶改ざんした？虐待を止めなかった理由については経済的将来的に不安があった。彼にしか頼れない。居場所はここしかないと思った。と主張したが、裁判官から虐待がかわいそうと思うなら、なぜ止めなかった？との質問には言葉を詰まらせていたわ。裁判官グッジョブ。その後藤本は、裁判でいろいろ聞かれて、反省が足りなかったんだと、一週間考えた。私は助けられなかったのではなく、助けなかった。守ってあげられなくて、ごめんね。などと反省文を出したが、検察側からは自分のした行為の自覚があるのかと質問されていたわ。こいつらの安い涙流しながらの汚い謝罪に何の意味がある？葉月ちゃんは何も悪くないのに泣いて謝って何時間も正座させられて痛い怖い思いをしても許してもらえなかったのに。こうした態度を重く捉えた埼玉地裁は2017年6月15日に開かれた判決公判で、虐待はしつけの域を超えている。被告は、自助に医療措置が必要だったと認識していた。保護の動機は、虐待の発覚を恐れたと推認され卑劣。と非難。保護責任者遺棄致死、暴行、逮捕監禁で藤本に懲役13年の実刑判決を。保護責任者遺棄致死で、大河原に懲役12年6ヶ月の実刑判決をそれぞれ言い渡した。たったそれだけかよ。執行猶予なしの実刑はめでたいが、失われた葉月ちゃんの一生に全然届かないな。家庭内の事件ってことかもだけど、どうにも虐待死の判決って軽いイメージだぜ。そうよね。裁判員の男女3人は埼玉地裁で記者会見し、虐待が起きる前にどうにか防ぐことができないのか、通報先がもっとわかりやすくなればいい、もっと重い刑になるんだと思っていた。13年はどうなんだろうと思うと語り、なぜ葉月ちゃんにペット以下の扱いができたのか毎日考えた。本当にかわいそう。これからおしゃれして友達や彼氏を作って結婚して子供を産んでという人生が待っていたはず。それが実の親に奪われてしまったのはあってはならないことと悲しんだわ。どう考えても罪と罰が釣り合ってないよな。保護責任者遺棄致死でなく丸陣で裁くべきだろ。ソースや死刑も求刑できるのに。確かに日本の児童虐待の刑罰は軽すぎると言われているわね。アメリカなんかだと同様の事件でも丸陣、育児放棄、傷害、隠蔽など複数の罪状が積み上げられて終身刑に加えて懲役105年などはざらよ。陪審員の満場一致で死刑となった事例もあるわ。日本でももっと虐待についての対応が考え直されるといいよな。国は法の整備と児相への予算サポート、自治体は警察児相自治体できちんと連携。私たち個人は、虐待かなと思ったら児相や警察に通告とか、やれることはあるもんな。そうね、あとは虐待をしている親の相談にもきちんと乗ることかな。少しでも悲劇が減ることを祈るぜ。
しかし今日の事件はなかなか重たかったな。ボーリングとかで発散したいぜ。カラオケじゃないのかよ。ということで、今回は狭山3歳女児虐待丸事件を解説したよ。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。